にしよう。めっちゃよく寝てたな。やべ、1時間も寝てたんだ俺。結構やらしいもん、ここ絶対俺じゃ無理だもん。いや、あれ小回り行かないと無理だよ、うん、無理ってことはないんだろうけど。いや、軽自動車でギリだよ、あれ、うん、結構やらしいから。あー、そっち行ったのみたいな感じ。はぁ、よく寝た。美味しかったからいいよ。大理公園か、それともあっち行く？向こうのうちの家の裏山。ああ、いる。どっちでもいいよ。こっちからだったらどっちからも行け、どっちも行けっけど。どうしようかな。もう代理公園も大変じゃない。代理公園じゃねえ。1時空いてるかな。いや、今行くべき。何なんだろう、時間的に言うだろ。やべえ、なんで今日このネガティブなんだろう。え、第2駐車場カインズ寄りたいとかだったらあっちでもいいけど。いや、カインズは寄らないけどね。カインズは寄らないけど。寒くからか今日。手前から欲しい。いや、まあ、まさかカーナビ見ろって話か。カーナビでも見れないよ、こんなんダメだよ。カーナビよりもやっぱり目視だよな。捕まるってか普通に目視、うん、うちがカーナビ見ればよかったんだなと思ったわけ。いや、とは言っても、いや、やっぱこっちを目視しちゃうよね、普通に、うん。って書いてあるところもいいでしょ。ずっと俺は昨日の件はイライラが収まらない。超後出しじゃんけんってやつだよ、あれ、うん、あれ後出しじゃんけんじゃねえよ。それはやけっぱつでしょ。あれ何回もあれで注意されてるのに、何年か多分何
9月に直属の上司から泣く一歩手前まで怒られてる割や、Tシャツとかパンツとかいろいろ見てたんだけど、うん、なんかちょっと微妙な、ワイシャツ全然安くなかった。地上相手だったらもういいかな。近くにあったら便利なんだろうけど、うん、忙しいし疲れてるとなんか業者のものを買ってアレンジとか作るっていうのがだるくなっちゃうんだよ。空いてるのが一番嬉しいけど。